まずですね、宣伝をしたいんですけど、この企画イベントの企画の中 の、 映画上映っていうのがありまして、飛田千子さんという、私もちょっと出てるんで、よかったら見てくださいということです。はい、ですね、まずトイレ行かれたいかと、ここトイレなんて、行きづらいかと思いますけど、行ってもらって全然関係ない、行ってもらって全然いいので、あと携帯とかは別に消してもいいし消さなくてもいいし、私ももしかして緊急の連絡があるかもしれないので、一応つけっぱなしに。今日撮影してるという設定なんですけど、今日なんで撮影してるかっていうと、頼んだからなんですけどで、これ後からネットにアップする予定なんですけど、もしかして映る可能性があるんで、その時はちょっと嫌だよって人は言ってもらった方がいいんですよね。で、今ここに座って見えますけど、多分勝手に結構動くという設定でいいんですね。ですねっていうか、私がお願いしたんですけどということなんで、ちょっともしかしてこの辺まで来てビューなんてやって、ああなんて、顔隠してもらってもいいし、後から映さないでっていうのもいいですし、その辺は、なんていうのか、そういうことですね。あと、ちょっと今日はちょっと声の調子がですね、割と普通なんで、喋れるんですけど、あんまり喋りづらくないんで、多分何聞き取れないとか結構あると思うんで、その時は遠慮なく、今何言ったのみたいなことを言ってもらっても全然構いません。ただし、私がどうするかはまた別問題ですけど。ということなんで、いろいろちょっとね、いろんな問題があるかと思うんですよ。それと今日隣でライブがあるようなんで、なんていうの、あんまりうるさかったら閉めますけど、ちょうどいいんじゃないかなっていう感じですね。なんていうのかな、バンドによってはなんかすごい音を出すバンドがあるらしくて、今日のはすごくいいんじゃないかな、この雰囲気照明を見て、今蛍光灯だけなんですけど、これ消しちゃったりする可能性があるんで、その時は一斉に避難しなくていいですから、ただちょっと暗くなるだけ、そういうことですね。じゃあこれで終わりますね、始めましょうかっていうか、もう始まってるんですけどね、実はじゃなくて、そんなことは言わなくても、
まあ、あのこのなんていうのか、ここはここなんですけど、で私が今この4回目なんですよね。で、あのこの1回目のこのかやさん、まあ、かやさんっていう檜垣かやさんの一人芝居を見に来たんですけど、その時にかやさんがですね、最初のなんていうのかな、前振りというか、そのここにはなんかもののけがいるみたいな話をちらっとされて、まあ別に誰も怖がってなかったと思うんですけど、で座敷わらしみたいなのがいるよみたいな話をされててですね、で確かに座敷わらし的な設定の人がいたなぁとは思ったんですけど、その次の一人芝居、あのまあこれはあの榊一人芝居生前、そうねってあのこれも見たんですけど、その生前葬ですよね。で私はそのなんていうかそのね、今から3週間ほど前にその一緒に やってるメンバーっていうか人がいて、その人とあと久しぶりに会って生前葬やりたいわみたいな、このチラシを見てですね、チラシっていうか、あので生前葬やりたいわ私って言って、あいいんじゃないって言って、そしたら3週間前の話だったんですけど、今週の火曜日にですね、亡くなっちゃって、だったら生前葬やっておけばよかったなと、やっぱり思い立った時にやんないとなかなかあれなんで、というわけで今日は私の生前葬をじゃなくなるじゃない、そういうわけじゃないんですけど、まあそういうこともありますよと、なんですよね。でこのまだ4回目なんですけど、3回目私見てないんですけど、ここの話もですね、なんていうのか、この妖怪というか物のけというか、まあなんていうのかしら、このなんていうんですかね、これね、なんていうんですかこれ、まあなんとなくわかりますよね、あの世界みたいな、どの世界みたいな、まあみたいな、なんかこれなんかお笑いみたいになっちゃうのかな、ちょっと良くないなと思うんですけど、でこのペーハーの地下、ここにあのこんなこと言ってたらあれですけど、階段ですよね、やっぱりこの階段がやっぱりどうしても気になるというか、ということなんで今日は階段を一つ用意しました。というわけでもないんですけどね、この実はこの階段っていうのがありましてですね、階段だから階段っていうわけではなく、ちょっと私今ほとんど今富山にいるんですけど、富山でですね、なんていうのかな、まあ介護というか、まあそういうことをしているんですけど、で富山に幼なじみの、小学校時代の幼なじみがですね、洋食屋さんをやってて、でそこでちょっと行ったら、ヘルンさんのヘルン文庫っていうのが富山大学にありまして、でヘルンさんっていうのはまあラディカルオカハンっていう、あの人ですね、ハオハン、結構最近いろいろやられてますよね、なんかね、なぜか。でそのヘルン文庫っていうのは富山大学にありまして、私ちょっと一度行ってみたんですよね。そしたらですね、確かにあるんですよね、ヘルン文庫っていうのは。でそのすごいなんていうのか、たくさんあるんですね、そのハーンさんの、まあ、小泉八雲さんの なんていうかな書庫というか、まあ、本棚がびっしりあって、 それは何かというと、なんか 東大の教授、英語の先生だったのかな、その頃も含めていろんなの本がありまして、そこをね、富山大学に、まあ、戦争
かということもありまして、東京だとまあ燃えちゃうんじゃないかみたいなことだと思うんですけど、で何かのつてで富山に委託というか移植というか、なんかその行っちゃったと、行っちゃったというか、でその東大の英語の教授だったらしいんですけど、そのハンさんの後が夏目漱石らしいんですよね、英語の先生が。でハンさんはハンさんはって生まれがですね、アイルランドなんですけど、お母さんはギリシャで、お父さんはまあ一応アイルランドと。でまあいろいろ世界を旅してるんですよね、なんか。でアイルランドでこの階段で有名なのが、まあ雪女とか、あれ耳なし芳一とか。で最近知ったんですけど、耳なし芳一をアントナン・アルトが訳してるっていうか、ちょっと自己流でちょっと翻訳してて、まあ、翻訳ってまあフランス語の翻訳があって、それをまた自分なりにやってるのがあって、それがまあ読んでみると、まあその小泉八雲のよりもすごくなんか半分ぐらいになってて、なおかつなんかこうなんていうのかな、というわけなんで、それをちょっと誰かに朗読してもらおうかななんて思ったりするんですけど、そんなこと無理ですよね無理ですよねっていうか、でなんていうかな、今日はね、なのでこんな感じなんですけど、まあなんていうかな、まあ、強いてやることもないんですけどね、なんですけど、まあ一応こうなんていうか、まあやるんだったらなんかっていうことで若干用意はしてきたんですけどね、ということでちょっと皆さんに見えるような見えないような感じでちょっとちらっと見せ、ああちょっと多分見えないですね、ちょっと読みましょうか。まあ、一応私のこの上演というかタイトルがですね、人類演劇史と、で演劇という名の人類演劇史で、項目、まあ項目というか、今まあある意味向上ですね、はい、やっと最後の方が見えましたというふうに階段を降りてくるっていう決まりました。実はボタン道路も考えたんですよ、カランコロンカランコロン、ボタン道路はねちょっとね難しいんですね、あれボタン道路っていうので、まあ、まあ前工場で、それをこう朗読、まあ黙読でもいいんですけど、黙読してもらっても構わない後から朗読みたいな。でその水の歌っていうのはですね、まずちょっとこれはちょっと実際やってみないとわかんない。あと目玉の花っていうのがある、今ちょっと目玉があるんですけど、あれと多分関係あるんですよね、目玉の花っていうのは。あと手形、足跡、まあこれはまあね、手の形、足の跡。あとのりめたんげれ、これちょっとわかんないと思うんですけど、のりめたんげれっていうのはキリストがですね、イエスが復活して1週間後かな、復活した際の様子を描いたヨハネの何だったかな、なんか割と絵としては有名なんですよね、これね。マグダラのマリアがですね、イエス様が蘇って近づいたら私に触ってはいけないって言ったとか言わなかったとか、まあ多分言わなかったんだと思うけど、まあ後から言ったことになってるという。ということを今日だいたいやれたらやろうかなっていう感じでと思っていまして、あと引用というか参考文献として、そのさっき言ったアルトの耳なし芳一のタイトルはですね、哀れな学士の
脅威の冒険、哀れな学士の脅威の冒険、あとそれとまあアルト後期の、後期というかもう死に際に書いたような、言葉が去って10年になるっていうタイトルの、まあ詩のような散文のような、よくわかんないような、あとはですね、で私のチラシの中にそのアルトとかベケットとか、まあカントルとか、あと絶対演劇っていうのもあるんですけど、まあそれもその都度なんかなんとか言えたら言ってもい言ってもいいっていうか言いたいなっていうわけでもないけど、まあでもいいのかなと。であとはベケットのフィルムっていうのは、まあフィルムって映画がありましてですね、でベケットがやっぱりアイルランドなんですよね、出身ベケットはアイルランドと。でアルトが精神病院にまあ収監されたんですけど、それもアイルランドに行って、キリストの、キリストじゃ なんとか聖ヨハネじゃなくて、聖なんとかかんとかの杖を持って、なんかうろうろしてたところをも捕まって、でフランスに送還されて、で精神病院にまあ10年以上収監されたという、捕まった地がアイルランドで、で耳なし芳一とベケットと、でベケットのフィルムっていうのはその、映画なんですけど、あのバスター・キートンが出てるんですね。でバスター・キートンって最初のゴドを待ちながらの最初に、なんか妖精ベケットか誰か、その演出家かな、バスキートンに出演依頼したらしいんですよね、最初ゴドを待ちながら。そしたらキートンは、なんて言ったか分かる人、すごい分かんないですね、あのまあわけ分かんないからやらないって言ったらしいんですよね。まあそれは正しいというか、まあそうですよね。ただこのフィルムっていうのも結構わけ分かんないんですけど、なぜか OK したらしくて、でちょうどこんな感じなんですよね、こう来た時にこうカメラを避けるというような設定の映画が、まあ、20分ぐらい続いてこう行くという。それだけって言わないんですけど、ね、まあ映画でベケットってそのまあなんていうか、映画もそうだしラジオドラマもそうだし、まあいろんなそのメディアに対する感覚というか、まあなんていうのか、すごいんですよね、そのあ見ちゃいけないでも見たい。でベケットはあの、私もちょっと一度一人芝居やったことがあって、クラップ最後のテープっていうの、あれをもうオープンリールの出だしの頃、その自分の昔の声を聞いて、何十年か前の声を聞いて、それをなんか懐かしむというか、なんかこう記憶とこう妄想とこんがらがってジャンみたいな、特にそういうなんていうかな、メディアを使ったで芝居もある意味メディアとしてこう突き詰めていっちゃってて、まあやっぱりですね、やっぱり。でカントールがね、なんでカントールを打ちたのかっていうのは私もよくわかんないんですけど、いいって言えば戸賀村の世界演劇祭かなっていう感じがするんですよ。戸賀村で最初の世界演劇祭があったのは確か82年かな。で、カントールが来てるんですよ。その時、寺山とか、ロバート・ウィルソンとか、まあ、今となってはというか、結構なメンバーがいろいろ来てたみたいなんですけど、私はその時見てなくて、次の年か、そのまま次の年に見に行った時に、
あのダンスフランスだフランスのねダンスカンパニーだったかな、まあ、あのベケットの何かはちょっと覚えてないんですけど、合同か何かをダンス化したパフォーマンスをやってて、白塗りでなんかこうあの何ていうのかな、あの舞踏っぽいっちゃ舞踏っぽい、フランスのヌーベルバーグ当時としては、まあ、ヌーベルバーグのダンスとして、なぜかベケットをテキストというかまあにやってたという感じでしたね。あれはなかなかということなんで、カントールはまあ東欧、まあ、もともと美術とかもやってて、まあ、死の演劇、不可能の演劇とか提唱してて、でもしかしてですよ、まあちょっと少しぐらい読んでもいいかなっていう人がいたら、私がカントール役をするので誰かやっていただければ。カントールっていうのはですね、あのなんていうのかな、あの舞台にいるんですよね、なぜか演出家としてというか、俳優でもある、違う、演出家なんだけど俳優っぽいというか、かといって なんていうかこうそれをコントロールしてるってわけでもなくというような感じでいて、そこがまあ面白い人なんですね、あのカントールの演劇って。で、だいたい死の教室なんていうのは、そのだいたいもう おじいさんおばあさん、まあ実際はまあ60か70代ぐらいの人だと思うんですけど、まあ、小学校の教室でまあ暴れるというか、まあというような設定の芝居で、それがまあ本当にその視覚的にも、なんていうのかな、脳科学的にもちょっとありえない感じがして、なんか よかったというか、前カントールもなんていうのかな、このもう行っちゃってるなって感じですよね。まあ、行っちゃってる人っていうのはやっぱり行っちゃってるっていうか、行っちゃってるんで、でまあぼちぼち帰ります。一回閉めますね。もう一方まだね来てないんですけどね。まあということで、これでちょっと休憩にしようかな。あ、そうですね、ちょっともう半分弱来てるんで、ちょっと30秒間ほど休憩しましょうかなって。そんなことない、あのまあ5分ほど休憩しましょう。ちょっと私も喉がカラカラになって、今日予定よりすごく喋ってるんで、はい、休憩ですと言っても別に休憩っていうか、まあそのまま感じで、5分後、4分半後ぐらいにまた始めますんで、はい、あのトイレ本当に行ってくださいね。今日ちょっと寒い、冷えますね。閉めたら換気扇回すっていう。
今あいいですよ、休憩ですから休憩してもらって、まあそういうわけにいかないですね、なかなかね。いやいやいや、本当に。これ、あら、火って使っていいですか？火って使ってもいい？火ってもう使っちゃってますけど。ダメです。ダメ。本当に。大丈夫。あら、わかりました。あとこんな感じがあと30分ぐらい続くんで。帰ってもらって全然いいんですよ。でもこの後打ち上げ予定してるんで、もしよかったら軽く行きましょう。私ももう喉乾いてもというわけでもないですね。ちょっと一回蛍光灯消してみますね。ちょっと雰囲気を見たい。これってでもカメラ的にはいいですか？何も映らないです。あ、まあいいですよ、別に映らなくて。これくらいでも映らない。それは映らないよね。ちょっとなんか言ったの。これこれでも、これ映らない。見えます。危ないわ。こんな感じでいい。こんな感じかな。こんな感じでいいのかな。どこがいいですかね。こういうのも変だ。こんな感じでいいか。あ、そうですか。こんな感じで。これくらいだったら、これでちょっと5、6、10分ほどやってみましょうか。ね。じゃあちょっと私が黙読から朗読への移行を兼ねてですね、もうこうやってな、ああ見えない、やっぱり階段、普通の階段の役でいうと、これもまあ何種類かあるみたいなんですけど、かなり古い1950年代の役の最初の触りだけをちょっと、耳なし芳一の話。今から700年余り昔のこと、下関海峡の壇の浦で平家と源氏との間の親しい争いの最後の決戦が行われた。そこで平家は一門の女も子供も、また今日安徳天皇と記憶されている幼い天使もろともに全く滅びてしまったのである。そしてこの海や浜辺は700年もの間平家の怨霊に悩まされてきた。他のところで私はそこにいる平家ガニという奇妙なカニの話をしておいたが、そのカニの甲羅には人間の顔形がついていて、平家の武士たちの魂だと言われている。しかしこの辺り一帯の海辺には今でもいろいろな不思議なことが見聞きされるのである。闇の夜には幾千とも知れぬ亡霊の火が水際を遮ったりさまよったり波の上を飛びかかったりする。それは青白い光で漁師たちは鬼火と呼んでいる。そして風の吹きすさぶ時にはいつも海の方から
先人の時の声のような凄まじい叫び声が聞こえてくるのであるってな感じですね。昔のっていうか、まあ普通のいわゆる。でここであるとは翻訳、まあこれも日本語で翻訳してあるんで、まあ翻訳のなんていうのかはあると思うんですけど、あるとになると、あ、その前にこの耳なし法一っていうのはそもそも何かというと、何かっていうか原本というか原点的にはその江戸時代か何かの なんとか祈願集みたいなのがあって、その時にはもっと簡潔な表現というか、まあ文章自体も短かったらしいんですけど、それをあのハーンが、まあ多分あの節子さんでしたっけ、あのね、出雲で節子さんからよごとそういう昔話というか聞いて、あ、でハーンって実は片目が見えないらしいんですよね。でっていうかそのほんで、まあそういう話を聞いて、それをまああのなん怪ザ怪談みたいなに英語に訳したり、まあフランスには訳してないから英語に訳したんですよね。でそれがなぜかアルトまで行って、アルトが訳す、アルトのあれとしては哀れな学士の脅威の冒険、法一は優れた学士で不幸にも盲目だが、おまけに夕日のように赤い美しい両耳をしていたのを古代日本のある夜失ってしまった。以下がその次第である。事件は第一夜に、日没後少し後にダナモスーラ、ダンノウラのことですね、ダナモスーラの寺の輝かしい門の前で短所を切った。哀れむべき学士法一はこの寺に慈悲を、慈善を持って養われていたのである。法一は空のまばたきも見ず、古い寺がそそり立つすぐ脇の海も見えなかったが、やってきつつあった夜の輝き動き、ある魔法は大気に旋律と見えない存在の物音のようなものを伝えていた。そして盲目の学士は隠れた怪物や隠れた魔物や伝説的な平家の者どもの飛び交うのを感じていた。それらが通り過ぎると法一の肌に不思議な衝撃が伝わるのだった。法一は怖くなった。大気のない寺は眠り込んでいた。海面は時に死者たちのもののようなため息を漏らすのだった。というような感じで、あんまり違いが分かるような分かんないような、まあかなり違うっていう感じなんですよね。ということでね、ねって、まあこの、これ使うと思って。というような感じも、ちょっとまた明るくしましょうか。がですね、まあこれでよく皆さん知ってるかと思うんですけど、耳をね そがれるというか、耳だけあの念仏というかあれがなくて、それで耳だけ取られちゃったと。でこれは私も最近知ったというか、知ったっていうわけでもないんですけど、あの耳なし法一の話と、あのアルトは晩年、特に最晩年にゴッホについて書いてるんですよね。ゴッホ、社会によって自殺されたもの、
でこの芳一とゴッホの関連性を研究している人がいて、まあ耳という意外に知られてないというか、なんでアルトはゴッホに関してっていうか、芳一とかゴッホとかアルトはアルトが全然アルトで、アルトの言葉が去って10年になる。言葉じゃない言語かな、言語が去って10年になる。その代わりに入ってきたのはあの大気の雷鳴、あの雷、存在たちが、あらゆる貴族的な存在たちがいかにも貴族らしく絞り取っているのを目の当たりにして、琉球、琉球っていうのは尻から出た、コン、ジョイン、ドラ、ビー、ダンコンから出た、ドラ、ワン、ゲッティ、ランゲディッツ、舌下状から、舌下、下の、あの薬っていう意味かな、ジョーから出た、ドラ、プラル、レッツ、ショーバン、ヒバリ、コバとヒバリ、プラルレット、平たい狼の小さい車輪、ヒラルレット、こういう、まあちょっとあれなんですけどね、という。言語が去って10年になる、まあ、これ多分精神病院に収監されてからも10年になってますよっていうことだとは思うんですけど、ね、あると、ももっていう、あの、まあ、言葉あるとまあ、アルトっていうのはある意味、まあ、こんなこと、あ、私もまあその辺はよくわかんないですけど、多分60年代演劇に一番、日本の演劇に一番影響を与えた、まあ、演劇人だろうっていうのは、まあ、ある意味、まあ、ある意味っていうか、まあ、一番影響を与えた人なんだろうなと思うんですけど、なかなかどうやって何をどうしていいのかアルトはわからないというか、まあ、分かんないっていうのは変ですけどね、あると。で、ベケットの、そのさっき言ったフィルムの最初に、存在することは知覚されることである。動物、人間、神々といった全ての外的な知覚を抹消しても、自己の知覚だけは存在し続ける。というように、まあ、でフィルムって映画はですね、このカメラが実は自分の目、目だったという設定なんですよね。まあ自分の目が外から私を見てると、で今こう視覚に入ったらこう逃れていくという、まあ、まあ、多分なんとかあまり、まあ私も実はちょっと数年前に芸文センターでやってたんで。テレビだったかな、ビデオで見たのかな、まあ一度見ると、まあ、なかなかなっていうのは面白いですよ。ベケットで、ちょっとカントールの死の演劇というシノプシスというか、なんていうか、ちょっとあるんで、それだけちょっと最後に読んで、今日はもう、死の神秘劇、中世の死の舞踏は教室で演じられる。その死の儀式では、学校のみすぼらしい机が祭壇になる。最下等のこれらすべての登場人物たち、オブジェ、状況は意図的な死に沈む。の表明と取られるべきではない。舞台上演においてこれらはこのような結論への飛躍から死と情緒によ叙情によって守られている。まあこれはちょっとやっぱり
実際舞台見るなりしないとなかなかイメージがつかめないかと思うんですけど、カントールはあれですね、私も生は見たことないんですけど、まあ、ビデオとか見ると確かに面白いというか、こうこの舞台上でこうキーみたいなの出すんですよ、こうとかで、あと音とかちょっと臭いですよね。あらしましょう。で、キューとか出して、ピンとかってピンとかってピンってピンピンとかってこうクックッなんて、これもなかなかいいんですよね、やっぱり。うん、あ、それとですね、それとですね、絶対演劇っていうのがありましてね、絶演派っていうのがありまして、私もそこのちょっと前の端の方でやってたんですけどね、まあせっかくなんでちょっと今日は絶対演劇とは何かみたいなことを、まあそんなことは言わないんですけど、まあちょっと引用文をちょっとだけ読むとですね、我々は、あ、これ断絶としての反復っていう、まあ伊沢さんという哲学者の方が書いた文章なんですけど、我々は普通演劇には戯曲があり、それを元にして演出し役者によって上演されるというふうに考えている。だが実はそのようにしてなされた演劇はこれまでに一度もなかった。ん？ってな感じですけど、その戯曲を上演するという一般化された考え方は決定的な転倒をはらんでいる。それは結果から見た考え方にしか過ぎない。実のところ戯曲あるいは演出家役者は上演される劇に対してメタレベルの立場にあるということなのではない。むしろそれらの間には決定的な断絶がある。遂行している演劇の根本は戯曲や演出家役者によって投与されているところにあるのではなく、それぞれの断絶によって進行しているという現在性に潜んでいる。そこにこそ劇自体の開示があり、その絶対性があるのである。戯曲演出そして上演の間に何らかのつながりがあると考えるとき、それらは配列化され系統化され投与され上下関係が作られる。そのようなあり方においてはそれぞれの絶対性は成立し得ない。ただ関係性の中で相対化されてしまうだけである。戯曲演出上演のそれぞれが断絶しているからこそ、実はそれ自体の現在性においてそれぞれの絶対性が顕現するのである、というちょっとよくわかんない文面というかなんですけど、まあこれもなんていうのか、絶対っていうのがその、まあこれもある意味言っちゃってるっていう感じですよね。ということで、これで上から2つ目ぐらいは一応終わったっていうかあれなんですけど、でもしちょっと参加してもいいかな、こんな感じに。あとしばらく続くわけなんですけど、ちょっとなんか読んでみようかなみたいな、まあそんなことはないですよね。絶対そんなことしそうにない石村さんにとってなんか絶対しそうにない人に頼んでみるっていうのはいいかなと思ったんだけど、まあそれはちょっと無理ですよね。はいはいはい。んで、という感じで私の中のイメージだとこんな感じでやってますよということですね。階段ですね。階段、ハーンがいて階段、耳があって、こう違ってある塔があって、ビケットがいて、なんか結構つながっているんですよね。私の中ではアルト、ビケット、カントール、絶対演劇もまあなんていうかある意味まあその断絶というか、まあね、つながってるようなつながってないような、まあ無理やりつなげてるみたいな感じもしないでもないですけど、まあ
ことなんで、ちょっとあれですね、ちょっと若干、じゃあまあちょっとせっかくなんで演劇的なことをちょっとだけやらさせていただくとですね、演劇的というか、ね、これは普通のお茶なんですけど、分かる人には分かる、分かんない人は分かんない。まあヘルンですね、ヘルンケラーと言ってもいいかな。ちょっと違うかな、これがあの、なんていうのか、ウォーターポエム、水の歌ですね。じゃあもう時間も時間なんで、ちょっと一つ二つだけちょっとやって、これはですね、私の中ではですね、これです。これ、これ昔、かなり前ですね。さっきお見せした、飛田千子さんと最初にやった地球外妊娠という芝居がありましてですね、七つ寺でやったんですよね。それがですね、もうかなり前ですよね。30年以上前。別にこんなシーンはなかったんですけど、まあこれこんな感じで、これもまあなんていうか、ヘレンつながりなんですけど、
ヘレンさんは小さい頃に事故で、まあ、左目を地球外妊娠という芝居でですね、私の役でこういうシーンがあったんですよね。大体想像はつきますよね、こうやって。これでよしという芝居があったんですよね、これ。その時はですね、照明が暗くて、この右側の人しか分かんなくて、何が面白いのかよく分かんないって言われたんですよね。で、今ちょっとそれを再現してみましたと。35年もちょっとそんなにそれぶりがあるのに、ちょっと一度やってみたかったんだよね、これ何が面白いのかってよくわかんないね、これ。あ、でもちょうどよかった、お腹空いて。早く終わって食べに行きましょうよって思うんですけど、なかなか普通だって行かないですよね。まだ見えないのでちょっと電話してみましょうか。もう今から来てもちょっと待ってますよって。もう本当に北野さんは。そうでしょ。あ、そこにいた。そんなことはない。あと、もう一つだけ。ぜひやってみたいのがあって、これはちょっと違うんですけど、こうちょっとね、ちょっと肌乾燥してますっていう方は、よかったら、金ちゃん、よかったら、あ、今はちょっとあれ、ちょっと、これ、私もちょっと意外だったんですけど、もうちょっといいのすべきだったんですけど、結局一番安物に手を出してこんなことになっちゃったっていう、恐ろしい世界。なかなか気持ちいい、良さげな俺のマジかみたいな。これがいいんですよ、これ。これが何でいいかというと、こうなっちゃうんですよね。この気持ちを初めて分かりました。これ何がいいのかって言って、やっぱりね、気持ちいいんです、これ。初めて分かった。じゃなくてですね、何かこれこれこれなんですね。あ、ちょっと、はい、これ前の方のあれなんで、ちょっと誰か入ってるかもしれないですけど、覗いてみましょうかね。これ使うの忘れてた。こうやって、あ、ちょっとあんまり見えないね、やっぱり。あ、これ。これはちょっとね、危険物なんですよね。危険物なんで、なるべく動かさないようにと思いながらも、やっぱり押しちゃうだろうなと。なんで、ちょっとだけ汚れてもいいよね。濡れてもいいわけじゃないですね。何かというとですね。
じゃなくて、怒ってる場合じゃないんですけど、早く終わらせないと。これちょっとね、何かというと、コーヒーみたいなもんですよね。ああ、まずい。コーヒーにしたらまずいな、これ。あと100回ぐらいやるとちょうどいいかなっていう感じなんですけど、今日はまあ1回だけに、ですね、これは最後のですね、のりめたんげれ、私に触れてはいけない。確かに触れたくないですよね。こんな感じですね。本当は違うんですけど、でこんな感じでこうなって、でそこの辺にマグダラのマリアがいてですね、あなたはもしかしてイエス様、いや私はまだ父のもとへまだ行ってはいないのだぞ大五郎、じゃなくてですね、これはまたちょっと違う。私に触れてはいけない、私はまだ神のもとに行ってはいないのだから。これが最近結構なんていうか、ある業界では話題というかテーマになって、 何がテーマかというとですね、コロナ禍においてですね、触ってはいけない、でも人は触らないと、触らないというか、連帯の契機はどこにあるのかみたいな、でも触ってはいけない、でもイエスはそう言ったと、でも実は触らないことによって、離れることによってあなたを連帯のどうのこうのみたいなっていうことをやりたいわけじゃないんですけど、まあちょっとね、まあ、なんていうか、まあ一つの今の現代ですが、どうしましょうねみたいな、ここで10分間のやめよう、それはということでですね、大体こんな感じですね。まあこんな感じかな。あとまあ最後にどうしてもなんかこう、なんかちょっとそれやってみたいわって人がいたら、後からやり方なりお教えしますので、でちなみにこれネットにアップするんで、もうこのあのまた連絡しますね、その際。はい、以上です。ありがとうございます。あの映りたくないって人は本当に言ってくださいね、あの消しますので、またあのいつどういう形でアップするかまた皆さんに連絡しますので、はい、
ということで。マジかみたいな感じですよね、本当に。なんでだろう。いや、だいたいこんな感じになると思ってたんですけど。ね、はいはいはい。ということで終わりです。